リトルダンサー。リトルダンサーは、アルナ工期及び同社から事業を継承した、アルナ車両、東芝、住友金属工業、現、日本製鉄、東洋電気製造、ナブコ、現、ナブテスコで共同開発された、超低小型路面電車シリーズの愛称である。1999年により、アルナ工期において、超低小路面電車の開発プロジェクトが開始され、 2001年より量産が開始された。このリトルダンサーという故障には、躍動的で可愛らしい、小さな踊り子、リトルダンサーのイメージとともに、床の段差が小さい路面電車という意味合いが含まれている。シーメンス車製のコンビニのシリーズや日本製のジャトラム、等の超低小車両に使われている車軸のない、独立車輪式台車ではなく、 従来型の軸付き車輪の台車を用いることによって安定した走行性能を保するとともに、いわゆる交通バリアフリー法や軌道法に準拠した設計としている。車両に使用されている部品はすべて日本製である。複雑な駆動方式を用いていないため、在来の路面電車車両に近い保守が可能である。現在、リトルダンサーシリーズには運用する 各事業者の用途と仕様に応じて合計8つのタイプがある。従来のボギー車両の構造を取る、単車体系の車両で台車を車端に寄せることで客室部の低床化を図ったタイプ。S はショートを意味する。このタイプであれば在来車の機器を用いて車体更新車として製造することも可能である。低床部分の客室床面高さは レール面上 350mm である。ただし、台車の部分で段差が発生することがどうしても避けられないことと、同程度の車体長を持つ他の低照者と比べ乗車定員が少ないという弱点がある。2002年3月より、伊予鉄道も派2100系電車として営業を開始した。また、二千七年十一月から二千八年三月までの間は札幌市電にて、 2009年11月には JR 四国の本線上にてそれぞれ試験走行を行った鉄総合技術研究所鉄道総研 JR 総研の河川電池ハイブリッド電車 LH02 系ハイトラムがこのタイプの車体を用いている2017年9月には2100系の改良系であるモハ5000系電車が伊予鉄道に導入され 2100型よりも定員が増えたほか、通路幅も広げられた。2018年9月には、札幌市電において1100型が導入された。同局では、2013年5月に運用を開始した、タイプはの A1200 型に次ぐ、2例目のリトルダンサーとなる。土佐電気鉄道、現、土佐電交通が導入したタイプ。L は、ロングを意味し、 車体長が17メートルと比較的長い。タイプ S の中央部に台車付きの中間車両を配したような形の三車体三台車型の連接車で、客室床面高さは両端車体で350ミリメートル、中間車で480ミリメートルである。定員は71名。2002年4月より、土佐電機鉄道100系電車として営業運転を開始した。 鹿児島市交通局が2002年1月2000、軽電車で採用したタイプ日本初の国産超低床車。日本で国内向けに作られた路面電車で初めて70%低床となった車両である。A3 の A はアーティキュアレイテッドイコール関節を意味する。中間車は台車がなく前後の両端車より支持されるフローティング車体を 採用した3車体に台車型連接車で、客室床面高さは 330mm である。電動バネブレーキ、エビを装備しており、エアは一切使用しない。カーブでの車体中央部の張り出しを避けるため、台車のある運転席モジュールの間に、客室、モジールを挟む方式をとったことから、車内の総床面積に対する客室床面積の比率は少ない。 伊予鉄道も、波2100系電車のように運転台後部に座席を設けることも可能であるが、鹿児島市交通局では、客室内の段差は危険として設けていない。2007年4月に営業を開始した、鹿児島市交通局7000型で採用されたタイプ。両端の運転台モジュールの間に、客室部分となる台車付けの中間車と2つの、 フローティング車体を組み込んだ5車体3台車型接車である。車体長は18メートル。定員は78メートル先に導入された線型に比べ大幅に増加した。タイプ A3 同様、中間にフローティング車体を採用した3車体2台車型連接車で電動バネブレーキを装備している。U はアルティメットイコール究極を意味し、 リトルダンサーシリーズの集大成的な位置づけとされる。他のタイプと同じく在来型の車軸付き車輪の台車を用いるが、台車はコイルバネ、枕バネを介して車体に接合しているため、台車は車体に対して首振りできず固定されており、カーブを曲がる際には、車体間で折れ曲がることで通過する。主電動機を、車体、運転台下部に送火し、自在付手とギアボックス介して、 車軸を駆動する方式、車体操かカルダン駆動方式を採用。それまで他のタイプではできなかった、車軸付き動力大車部の低昇化を実現した100%低昇車である。客室床面高さは低昇部で 380mm、台車上で 480mm である。2004年3月より、長崎電気軌道3000軽電車として営業運転を開始した。 リトルダンサーシリーズの中で一番多く導入されているタイプである。車体構造は基本的にタイプ U とほぼ同様の三車体二台車型連接車であるがブレーキ装置は電動バネ式ではなく空気ブレーキを装備している。このため中間の車体 C 車の座席下部分に電動空気圧縮機を搭載している。また機関が狂気の使用の車両においては 主電動機と車軸をつなぐ、自在継ぎ手とギアボックスを、台車枠の外側に配することにより、台車部の車内通路幅を交通バリアフリー法に、対応する 820mm を確保している。その反対側には、左右の重量バランスを保つため、カウンターウェイトが取り付けられている。豊橋鉄道 T1000 系、電車、2008年12月営業運転開始、富山地方鉄道 T100 系、 電車、二千十年四月営業運転開始。長崎電気起動五千系。電車、二千十一年二月営業運転開始。札幌市交通局、a 千二百系。電車、二千十三年五月営業運転開始。半海電気起動千一系。電車、二千十三年八月営業運転開始。筑豊電気鉄道五千系。電車、二千十五年三月営業運転開始。 都サ電交通3000系、電車、2018年3月営業運転開始に、このタイプが採用されている。タイプ U の車両から、中間フローティング車体を取り除いたような、車体構造を取る、2車体2台車型連接車である。C2 の C は、コンビネーションを意味する。ブレーキ装置は、空気ブレーキを装備している。また、ドアは、プラグドアではなく、 従来型の引き戸通りドが使用されている。2007年3月より営業運転を開始した函館市交通局9600系電車にこのタイプが採用されている。従来のリトルダンサーとは異なる発想で開発が進められた車両で、従来の車両は先頭車の前方に動力台車が配置されている。運転席部分は高床式。 その後方の客室部分は調低床式としていたが、車体を軽量化するとともに、運転台部分をコンパクトにして、定員を10人増加。世界最小クラスの3償化後形誘導電動機、直径 305mm 特動装置、歯車箱の直径及びその釣りリンクの高さを得る、構造と左右の車輪を結ぶ車軸のある車輪をそれぞれ採用して、 従来の鉄道車両と同じ平行ガルタン式の WN ドライブとした動力台車とし、それを客室部分に配置することにより、国内初の100%調停床と事業者から要望が多かった客室の全席ロングシートも実現した。2車体2台車の連接車両であるが、事業者からの要望に合わせて4車体連接も可能となっている。 2017年3月30日と2019年3月1日に、鹿児島市電が導入した鹿児島市交通局7500系 U トラム3で採用された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。